ヘンリー・ジューダ・ハイムリックは、アメリカ合衆国の胸部外科医学研究者で、その名を冠したハイムリック法の開発者として、広く知られている。この方法は窒息した患者の腹部を突き上げて、救命するもので、医学雑誌エマーチェンシーメディシン1974年6月号に、掲載されたハイムリックのエッセイで紹介された。彼はまた、歩行する患者向けの移動式酸素装置である、 マイクロトレイクや強行から血液や空気を抜くために用いるフラッターバルブのハイムリック夫婦の息子としてデラウェア州ウィルミントンで生まれた。父方の祖父はハンガリー系ユダヤ人移民、母方の祖父はロシア出身のユダヤ人だった。家族はすぐにニューヨーク州ニューロシェルに移り、彼はここで刑務所のソーシャルワーカーだった父の仕事について行ったという。 ハイムリックは1937年にニューロシェール高校を卒業してコーネル大学に進んだ後、1941年に学士を取得した。大学ではコーネルビッグレッドマーチングバンドのドラムメジャーも務めた。ハイムリックは1943年にワイルコーネルメディカルカレッジを卒業して MD の学位を得た。当時フレックスナーレポートが実践に移されておらず、 ハイムリックは2年で医学部を卒業することができた。1962年、ハイムリックは、胸部ドレナージに用いるフラッターバルブを発明し、1969年には特許を取得した。自身では、第二次世界大戦中、胸部に被弾して死んだ中国人兵士を見て着想を得たと語っていたが、中国で、 ハイムリックの医療助手を務めたフレデリック・ウェーブスターは、この話に疑義を唱えている。このバルブは、気境や血境を起こした肺を再拡張させるため、強硬から空気や血液を抜く際に用いられる。この発明は、ベトナム戦争時に多くのアメリカ人兵士の命を救った。ハイムリック法を行うオス・ハイムリックが初めてこの方法について述べたのは、 医学誌エマージェンシーメディシンへ1974年6月に掲載されたポップゴーズザカフェコロナリーと題されたインフォーマルな記事でのことだった。同じ年の6月19日にはシアトルポストインテリジェンサー紙が引退したレストランオーナーのアイザック・ピハがワシントン州ベルビューでハイムリック法を使って窒息した女性を救命したと報じた。 1976年から1985年まで、アメリカ心臓協会やアメリカ赤十字社のガイドラインでは、ハイブコーダ法が窒息救命の第一選択とされており、これで喉に詰まった異物が取り除けなかった場合に、ハイムリック法を用いるよう定められていた。1985年6月に開かれたアメリカ心臓協会の会合後、 ハイブコーダ法はガイドラインから削除され、翌1986年から2005年までのガイドラインでは2団体ともハイムリック法を唯一の選択肢と定めていた。ただし、アメリカ国立衛生研究所や全米安全評議会では1歳以下の乳児にはハイムリック法を行わないよう指導している。2005年に改定されたアメリカ心臓協会によるガイドラインでは、 アブドミナルスラッスとして、ハイムリック法が登場し、ハイムリック法、ハイブコ法、胸部圧迫法のどれでも十分に効果があることが示された。2006年春には、アメリカ赤十字社もハイムリック法の優先順位を引き下げ、1986年以前のガイドラインに立ち戻って、ハイブコ法などを併記する形にした。5 5と呼ばれている新しいガイドラインでは、 意識のある患者に対し、まず背部高打法を5回行い、それでも異物が取れない時に、ハイムリック法を5回行うよう推奨されている。また意識のない患者に対しては、1976年にチャールズ・ギルドナーが、2000年にエーラン・ウェールがそれぞれ推奨したメソッドに従い、胸部圧迫法を行うよう推奨されている。2006年のガイドラインでは、旧来の ハイムリック法という単語が除去され、アブドミナルスラストとの単語に統一された。溺水の救命手段としてこの方法を宣伝した、ハイムリックの行動には、主義が欺瞞だという主張がずっとついて回った。アメリカ心臓協会が作成した2005年版の溺水救命ガイドラインでは、ハイムリック法の記載はなく、効果は立証されていない上、逆に嘔吐による誤炎のリスクがあるとして、 ハイムリック法の使用に注意を促している。2003年には、ハイムリックの同僚であるエドワード・パトリックが、自分も開発者の一人であるのに、名前が載っていないとする、プレスリリースを発表した。2016年5月23日には、自身で、ハイムリック法を行い、同じ介護老人福祉施設に入所していた女性を、助けたことで、ニュースとなった。当初、 自身にとって初めてハイムリック法で救命した症例だったと報じられたが、後に誤報であったことがわかっている。彼は2003年のインタビューで80歳の時に初めてハイムリック法で救命したことを語っていた。1980年代初頭、ハイムリックはマラリア療法研究に従事し、医療的管理の下で比較的良性のマラリアに感染させ、ガン ライム病、高天性免疫不全症候群などの治療に用いる方法を研究した。2009年の段階でこの治療法は不成功に終わっており、科学的に無根拠で危険だと評されている。アメリカ食品医薬品局、アメリカ疾病予防管理センターはどちらもマラリア療法を認証せず、医療関係者や人権擁護者と共に、この方法が残虐だと発表した。 シンシナティのディーコネースアソシエーションズに付随するハイムリック財団はエチオピアで地元の保健省が感知しない間にマラリア療法の実地試験を行っていた。ハイムリックはこの治験に関して7件の成功症例があったと述べたがその詳細について語ることは拒否した。また治験に対し治験審査委員会の監査は一切入っていないという HIV マラリア感染が 日常的に起こるアフリカでの研究は、マラリア HIV への二重感染がウイルス負荷を増加させ、マラリアが HIV の伝染速度や病気の進行を加速させていると示唆している。これらの研究に基づき、ポール・ファーマーは、HIV のマラリア療法について現実味がない。最もマラリア被害がひどい場所は、確実に HIV が残酷な仕打ちを成し遂げる場所でもあるのだ。 と述べた。1951年6月4日、ハイムリックは、社交ダンス工業主アーサー・マリーの娘であるジェイエン・マリーと結婚した。妻ジェイエンは、マイシメンド・ビー・パーノスとの協調で、ホメオパシーに関する本、ホメオパシック・メディシン・アット・ホームを出版している。ハイムリック夫妻の間には4人の子供が生まれた。フィル・ハイムリックは、以前は、 シンシナティの公選職員を務めていたが、現在では、保守的キリスト教系、ラジオトークショーの司会を務めている。ピーター・ハイムリックの運営するウェブサイトでは、ハイムリック法など父親の業績に批判的な内容が書かれており、父親の欺瞞に満ちた業績を追求しようという姿勢をとっている。ジャネット・ハイムリックは、フリーランスのレポーターで、さらに、エリザベスという娘もいる。 1970年代にヒットしたテレビ番組ハッピーデイズでウォーレン・ポッチー・ウェバーを演じたアンソン・ウィリアムズはハイムリックのいにあたる。ハイムリックの回顧録ハイムリック・エス・マヌーバーズ・マイ・セブンティー・ヤーズ・オブ・ライフ・セービング・イノベーションは2014年にプロメテウス・ブックスから出版された。ハイムリックは2016年12月12日にシンシナティ・ハイド・パークにある自宅で 心臓発作を起こした後、合併症のため12月17日に同じくシンシナティのクライストホスピタルで亡くなった96歳ボーツ。死後に出された報道発表や追悼記事では、ハイムリックの生きている間にアメリカ合衆国だけで少なくとも10万人がハイムリック法によって命を救われたと報じられた。ありがとうございます。